キアナ少尉、ニュージーランドに到着したわね。それじゃ、任務の説明を始めるわ。ちょっと待ってよ。この前の幽霊戦艦の解析結果が気になるんだけど。キアナ、任務の遂行を優先しなさい。悪いニュースがあるわ。昨日、ニュージーランドで強烈な崩壊が発生した。今そっちは、ゾンビと崩壊銃だらけよ。オセアニア支部はほとんど壊滅状態で、デザイアジェムも崩壊の発生と同時に亡くなったわ。幸いハイペリオンの探索装置でデザイアジェムの位置は特定できるの。姫子、デザイアジェムって一体何なの？14年前、天命は3つの強力な崩壊エネルギーの結晶を手に入れた。そのうちの一つがデザイアジェム。3年前、天命は極秘の研究計画を実行し、その結晶を使って律者に匹敵する武装を開発しようとしていた。残念ながら研究は失敗し、それ以来デザイアジェムはオセアニア支部で保管されていたわ。私が知っているのは以上よ。そういうことなら急いで回収しに行こう。キアナちゃん、姫子少佐からあなたが幽霊戦艦のこと気にしてたって聞いたよ。おばさじゃなくてテレサちゃん、かわいい。今なんて言った？まあいいわ。分析結果によると、あの戦艦はそれまで完全に起動されていなかった。全部で24機ある反重力エンジンのうち、動いていたのは1機だけ。武器システムは全てフリーズ状態。艦載武器が完全に起動した場合、およそ1日で北米大陸を廃墟にすることができるみたい。例えばハイペリオンに搭載されている崩壊炉の展開出力は1380崩壊ワット。そしてムーンライトスローンの崩壊炉の展開出力は12000崩壊ワット。実に面白い。今の天命の研究では1500崩壊ワットが限界なのよ。今のところ強度が1500崩壊ワットを超える崩壊エネルギーは1種類だけ。それってリツ社？その通り。長空市で観測された第三リツ社がハイペリオンを撃破した時放った一撃、その崩壊エネルギーは3200崩壊ワット。だからあの戦艦を完全に起動するにはリツ社のエネルギーを必要とする。それも4人よ。
夢の中の声も鍵が4本って言ってたような。何ぼーっとしてるの艦長。ふっはっはっはっ。お姉様が言っていました。協力しないと勝てない。補充完了。照準装置初期ファイヤー。えい、学園長、デザイアジェムは一体どこから来たものなんですか？永久バルキリーの権限でもデータベースから関係するデータを見つけられませんでした。好奇心は猫を殺すっていうのよ。それでも知りたいの？もちろんです。可愛い部下たちが関わっているからには、たとえ学園長を脅迫してでも真相。仕方ないわね、教えてあげる。実は14年前のことよ。デザイアジェムを含む4つのジェムの起源が全て同じ。14年前ってまさか第二律者と関係が？そうよ、14年前に第二律者がシベリア全体を虚数空間に巻き込んだ。その時作戦に参加した A 級バルキリーは5人ともそこで戦死したの。 S 級バルキリーのセシリアでさえも第二律者を倒せなかった。しかし私たちは最終的に勝利しています。一体どうして第二律者を倒せたのですか？そしてデザイアジェムと一体どんな関係が？第二律者との戦いではわずか30分でセシリア以外が全滅した。本来は私も指揮官の身分をしてセシリアの共に進退したかった。でも夫おじい様が止められた。夫を大至急に。そうよ、あの方はたとえ私が言っても何の役にも立たないと考えられていた。それで崩壊核分裂ミサイルで第二律者を攻撃せよと命令を受けた。崩壊核分裂ミサイル、一発で戦車型崩壊銃を100体殲滅できるの？爆発した地区の汚染が深刻になる兵器ですよ。ミサイルは第二律者に全く効かなかった。爆発する前に第二律者が全てのミサイルを虚数空間に転移させたの。セシリアはその一瞬の隙を突き自らを犠牲にして第二律者のコアを破壊した。その後律者のコアが砕けて4つのジェムになったの。デザイアジェムは律者のコアの一部分だったのですね。その通りだけど、ジェムを回収するときに事件が起きた。14年前私の部隊に第二律者の亡骸を回収しに向かったとき見つけたのが4つに砕けた律者のコアだった。それから奴らが現れた。我々より進んだ空中戦艦を持っていて、ネゲントロピーとその指導者である第一律者に出会ったのはその時が初めてだったの。そして彼らの目的も第二律者だった。しかしデザイアジェムは天命が所有しています。なぜネゲントロピーは奪い去らなかったのですか？それもこれも夫おじい様の計略で、その時戦闘力をほぼ失っていた天命がネゲントロピーに勝てる可能性はなかった。しかしネゲントロピーは第二律者のコアが4つに分裂していたことを知らなかったの。それで事実と真相を隠しながら私は第二律者の亡骸とジェムを1つだけ引き渡した。そして見つけたのはこれで全部だと嘘をついたの。執行命令なし。ブローニャ警戒モードに行こう。観測装置に表示されているのはここでも何も見えないわね。まさか位置特定システムのエラーかしら。ネイ姉様、待ってください。どうしたのブローネちゃん。東側50メートルに生命反応があるとセンサーに表示されています。東側？見えた。車椅子に座った女の子がいるわ。
危ないから急いで助けないと。無条件射殺許可確認。ファイヤーボイドエクスプロージョン。ヤッホー、目標を発見したようね。目標？私たちのターゲットってデザイアチームでは。見つかったのは女の子ですよ。オセアニア支部からの情報によると、その子がデザイアジェム。あの、私はウェンディです。説明させて。3年前にオセアニア支部で行われていた実験で、デザイアジェムがウェンディの足に移植されたわ。崩壊エネルギーの結晶を彼女の硬い骨と結合させることで、律者に匹敵するレベルの力を得られるのではと期待されていたわ。そう言われると、ウェンディちゃんに巨大な力があるみたいだけど、今の彼女には難しそうね。ウェンディは当時、オセアニア支部で最も優れたヴァルキリーだった。この世界で4人目の S 級になれると期待されていたのに。でも残念なことに、彼女にもその力を制御できなかった。私の力不足でデザイアジェムを制御できなかっただけじゃなくて、そのせいで両足とも動かせなくなって。どうしてこんなことに。なんで取り出さないのよ。これのせいでウェンディちゃんは車椅子生活なんでしょ。デザイアジェムは極めて不安定だけど、ウェンディの体内では安定しているわ。つまり、てめえは結晶を保存するためだけにウェンディちゃんの体を器にしてるってこと？ここでこの件を言い争っても意味がないわ。今はウェンディをハイペリオンに連れて帰りなさい。帰るの？でも私は車椅子だし動きにくい。ブローニャはウェンディが足手まといだなんて思いません。重装ウサギ19C 起動。これはロボット？一瞬で出てきたの？重装ウサギ19C、 ウェンディを乗せてください。これなら移動も楽です。え？飛び上がった！すごい！ブローニャちゃんのロボットがこんなことできるなんて。今度はキアナはお断りです。眠い。ここで少し寝ても。レッドちゃん！親切ね。ブローニャちゃんのシステムに親切っていうウイルスでも侵入したの？あの、ブローニャお姉ちゃん、ありがとう。どういたしまして。ブローニャがすべきことですから。それとウィンディ、ブローニャのモモにある装甲は見ましたか？ブローニャも昔、とある実験で両足を痛めてしまい、しばらく車椅子生活でした。ですが最終的にこの外骨格走行のおかげで歩行能力が回復しました。すごい。私もいつかは治るってこと？自由に歩いて空も飛べるようになる。ウェンディならきっと大丈夫だと思います。セーフレイヤー学園に戻って足の崩壊エネルギーの結晶を取り出したら、ウェンディもきっと歩けるようになります。ありがとう。本当に優しいのね。
必殺ステイ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 しいわね、姫子少佐、学園に戻ったらウェンディの崩壊結晶を取り除く方法を考えましょう。そうすれば彼女の歩行能力も回復するかもしれません。それは無理ね。デザイアジェムはウェンディの体内でしか安定しないから、取り出してしまったら結晶は保存できなくなるわ。じゃあそんな結晶捨てちゃえばいいでしょ。石ころ一つが女の子一人の幸せより重要だって言うの？デザイアジェムはただの石ころじゃないわ。結晶内の強大な崩壊エネルギーが解放されたら一瞬で何都市かが崩壊するけど、それでもいいの？でもキアナさん、もういいの。とっくに受け入れたことだから。バルキリーである私の職責は自分の命でより多くの人を救うこと、それが私。女の子にこっせっぺっけはい、はい、まだなの姫子おばさん。誰がおばさんだって。まったく、上官準備をしてその場で待機してなさい。ウェンディ、ごめんなさい。
ううん、ブローニャは何も悪くない。崩壊エネルギー反応検出、ウェンディの体内にあるデザイアジェムの影響なのか。待って、反応がどんどん強くなっていく。崩壊指数1500、2000、一体どうなってるんだ。崩壊指数2000か。これくらいあればハイペリオンも一撃で壊せるでしょ。ウェンディさん、何を言ってるの。この偽善者ども、あなたたちが憎い、全てが憎い、みんなまとめてぶっ殺してやりたいほど憎い。このエネルギー反応は、ウェンディ、まさかすでにデザイアジェムの力を解き放ったか、それとも結晶の崩壊意志に操られていたのか。手に入るか楽しみ。